ニュースマグビです。ドラマ恋は続くよどこまでもなどのヒットにより2020年に一躍時の人となった上白石萌音さん、妹の上白石萌歌さんのブレイクも注目されています。顔も雰囲気も似ている二人ですが、姉の萌音さんとは違う萌歌さんの魅力があるようです。映画ブロガーの CDB 氏によると、興味深いのは声がはっきりと違うことですね。姉の萌音さんの細く繊細な声に対して、萌歌さんは明るく力強いトーンの声です、とのこと。文系の役が多い萌音さんに比べて、パワフルな役を演じることが多い萌歌さん。力強さが独自の武器になりそうです。ニュースマグビ